佐藤ひろこでしょうねを始まるよ。Ladies and gentlemen, this is 佐藤ひろこでしょうねを。こんばんは、佐藤ひろこです。佐藤ひろこでしょうねを、今夜は第126回目の放送です。8月29日日曜日、皆さんそれぞれいかがお過ごしですか。さあ、あっという間にですね、皆さん夏が終わりますよとか言いながらも、残暑すぎる今年ですけれどもね、まだまだ暑いな、暑い日々が続くななんて、そんな風に思うんですけど、でもね、よく耳を澄ましてみると鳴いている虫の声が、秋の虫の声ちょこっとする時あるんですよ。これやっぱり夜が涼しいからかななんて、そんな風に思うんですけどね。私今年の夏はね、夜クーラーをかけて寝ることがほとんど、まあもともとあんまないけど、特になかったな。熱帯夜っていうのがね、あんまり感じなかったんですけど、皆さんが住んでいる地域あたりとかではどうでしたかね。ぜひ聞かせてください。さあ、そんな今夜はラジオを聞いているリスナーのみんな皆様からいただきましたメッセージをたっぷりとご紹介していきます。今月のメッセージテーマは夏の暑さ対策です。ぜひね、皆さんの暑さ対策聞かせていただきたいなと思います。それからふつおたもバシバシ送ってちょうだいね。お待ちしていますよ。さあ、今夜はあなたのメッセージが読まれるかも読まれないかもしれませんよ。今夜も30分お付き合いよろしくね。この番組は介護サービスアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店の提供でお送りします。まずは一曲お送りします。佐藤ひろこで日だまり。みたいな
お送りしたのは佐藤ひろ子で日だまりでした。佐藤ひろ子でしょう。佐藤ひろ子がお送りしている佐藤ひろ子でしょうネオです。今夜も栃木県にあります310スタジオからお送りしています。今夜はメッセージ読んじゃうぞスペシャルでございます。今月のメッセージテーマは夏の暑さ対策です。あなたはどんな風に暑さ対策しておりますかということをお伺いしておりまして、8月の前半3週はですね、株式会社福寿園グリーンサービスから菊田浩樹さん、ね、社長のね菊田浩樹さんに来ていただきまして、いろんなお話を伺っていく中で暑さ対策を会社としてしなければ訴えられちゃう時代なんだよっていうのを聞きました。それで直近に何ですかね、ファンがついててそれで体を冷やしてくれるっていうやつがかなり今年流行ってますよね。もうあっちこっちで売ってますけれどもね、あのビバフォームでこの間見つけました。しかもその暑さ対策コーナーみたいなのがあって、まあ、冷却系のもの、貼るものシート的なやつから、あと水で濡らせばひんやりタオルみたいなのとかで、もちろんそのファンでね、直帰が、直帰って言わないかベストだよね、ゴリはずいんですけど、でも直帰だな直帰にファンがついてて暑さ対策するっていうのも結構いいっていう話だってね、そういうコーナーがあっていっぱいありました、いろんなのが。そんなわけで、皆さんからの暑さ対策伺っております。早速ラジオネーム宇都宮市の、ももちゃん、いやこれペンネームだって、ももちゃんからいただきました。ありがとう。ひろこさんこんばんは。こんばんは。今月のテーマ暑さ対策ですが、やっぱりエアコンつけながらの扇風機ですかね。涼しいものと涼しいものを掛け合わせればもっと涼しくなるのではと。ひろこさんはエアコンのかけ方の工夫とかはしていますかというふうにいただきました。ありがとうございます。そうね、これはさ結構暑さ対策にももちろんなるんだけど大節約になりますよね。節約じゃない、大節約、ものすごい効果がありますよ。なんかさ、まあ、昔打ち水大作戦みたいなのがあってさ、結局その外に撒いた水が風に当たって吹かれた、その風は水のおかげでちょっとひんやりするよみたいな。で今の時代は結構地面がものすごく熱くなってるから、そもそものなんか水がぬるくなっちゃってそんなに効果ないねみたいなのも聞くけど、でもなんか扇風機の前に水をこう置いてかけると、氷水を置いて何ですか、扇風機をかけると涼しい風になるとか言ってなんか聞いたことがありますけど、だからそれと似てるよね、クーラーをかけながら扇風機も。でそうすれば、例えばもう猛暑の中だったらさ26度5度6度設定にしたいところを、まあ、節約27、7、8度ぐらいで、それで、扇風機とかでも対応できるかもしれないよね。これはね、ももちゃんは確か高校生なんだけど、高校生の発言とは思えない大人の回答いただきました。ありがとうございます。わーお。そしてもう一方、こちらはラジオネームププさんからいただきました。ありがとうございます。僕の暑さ対策はやっぱり冷却布って書いてあるけど、これ正式名称？冷却布です。あれでしょ、要はさっき私言ってたさ、水に濡らすとひんやりタオル的な、それを、冷却布を
首に巻くことですと。自転車通勤なので毎朝これを首に巻いています。今では100均で売ってるんですよ。だってあ、ちょっと気にかけたことなかったけど、暑さ対策グッズ今100均にも売ってんの？あ、知らなかった。今度ちょっと覗いてみよう。あの腕のさ、アームカバー、腕のさとか言って、アームカバーは100均にも売ってるなと思ってたんですよ。でもこう主婦の方とかがするようなタイプでスポーティーなやつ、メンズもつけられるようなのはあんまりないイメージはあるけれど、そうそう、日焼け対策はね、あの100均にも売ってるなと思ってたんですけど、あ、暑さ対策グッズも100均に売ってんだね。おお、貴重な情報ありがとうございます。プップさん、ありがとう。宇都宮市のプップさんだね。ありがとうございました。さて、ここでまた一曲お送りしたいと思います。来週か。来週の金曜日、9月の4日、嘘、9月の3日放送の栃木テレビイブロックプラス久しぶりに出演会なんですが、ものすごい久しぶりにスイーツライドのコーナーがあります。もうね、これ告知しちゃうね。でスイーツライドのコーナーがあって、私あさって久々のロケなんですけど、もう不安でならない。今日の皆さんからのメッセージをあさって大活躍させていきたいと思いますけど、そんなわけで、そのスイーツライドのテーマ曲になっている Going、 このままお送りします。どうぞ。聞こえる歓声のシャワー、
佐藤ひろ子で Going でした。この後もメッセージいっぱい読んじゃうよ。佐藤ひろ子でしょうネオ。佐藤ひろ子がお送りしている佐藤ひろ子でしょうネオです。今夜も栃木県にあります310スタジオからお送りしています。さあ引き続きメッセージを読んでいきましょう。ラジオネーム川越のエスティマ 30K、 ありがとう。ひろ子姉さんこんばんは。こんばんは。川越でのライブの件、先輩に当たってみますということで、あぜひ、わあちょっとね実現するかもよ。川越ライブとかちょっと泣いちゃうかもしんないよ。なんか当時のさ路上やってた時のこととか思い出して泣いちゃうかもしんない。今月のテーマ夏の暑さ対策ですが、私が実践しているのが夏野菜を食べる、冷たいものを過度に摂取しない、ミネラル分を補給する、睡眠をしっかりとるです。今が旬である夏野菜をなるべく温かいメニューでいただきます。あ、そうなんだ。冷たすぎるものを過度に摂取すると逆に夏バテになりますので、ほどほどに。へえ。水分補給も汗をかくと汗と一緒にミネラルが排出され熱中症になりやすくなります。もうずっとはーしか言ってないね。私がこの時期毎日食べて飲んでいるものが梅干しと甘酒です。それと睡眠、やはり体が基本ですので寝不足は不調のもと。皆さんの参考になれば幸いです。共に元気に過ごしましょう。姉さんこの時期こそ焼酎の梅割りですよんと爆笑っつって、ありがとうございます。爆笑いかもしれませんね。爆笑じゃない、爆笑いっつって。はぇー、暑さ対策と思いきや温かいものを摂取すると体がそんなんかダメージないっていうことだよね。ねえ、ちょっとミネラル不足してるかもな。塩分を過度に取りすぎる私です。そうですか。あと睡眠も暑さ対策としてはいいんだ。いやもうね実践しましょう。もうあと数日で8月終わっちゃうけど、多分まだ9月もこの調子で暑いんじゃないのかなって、妄想ね、妄想の想像で言っていますが、はい。まあ何せこのね、やっぱ旬のものっていうのは、から例えばトマトとかも体を冷ます成分が入っているから、やっぱ夏野菜はなぜ夏野菜として摂取した方がいい、旬の野菜っていうのはそれだけ理由があるっていうのはよく聞く話ですね。冬場の大根とか根菜は体温めるとかね言いますからね。夏はそういうちょっと体を冷やす、食べ物で冷やすから、もう別に冷たいものを、過度に冷えてしまっているものを摂取しなくても大丈夫なんだぜっていうのが川越のエスティマ 30K からでした。ありがとう。ちょっとまだまだメッセージ来てるのでね、ご紹介していこう。続いてラジオネーム GPS 送水、ありがとう。夏の暑さ対策、日中の暑さに関してはエアコンの効いた部屋で過ごしたり、外へ出た時は日陰を探しながら移動する。わかる。私ね、赤信号の止まるところでも、あちょっと止まんなきゃいけないところよりも少し手前に木陰があったらそこで止まったりしちゃう。うん、全然違うよね。保冷剤や冷たいペットボトルを首の頸動脈に当てるなどでしょうか。あ、そっか、血管冷やしたらギュッと体も冷えますかね。夜はキンキンに冷えたビールや冷酒を飲みながら夏野菜のお料理、スパイスの効いたお料理を食べて体の中から夏を感じつつ、暑さがあるから美味しいお料理を楽しんでいくのがいいですね。暑いものは仕方がありません。暑さを安全にいかに楽しむか、これが夏の暑さ対策です。やば、ちょっと感動したよ今わし。
本当だね。暑いものは仕方がありませんと、それはこう認めて理解して、暑さを安全にいかに楽しむか、これが夏の暑さ対策だって。うわー、優勝じゃん。え、すごい。どうしよう。感動しちゃったよ、ひろこ。ね。夏、夜はキンキンに冷えたビールね、いいね。冷酒はね、私あんまり実は飲まないんですよ。飲みたくない。なぜなら体の中に入って分解するのにものすごいたくさんの体力を使うから。これ体力使いすぎて私はいつもね、粗相してしまいますからね。本当にね、皆さん気をつけてくださいね。はい。さて、もう一つ、こちらはですね、なんと栃木放送のメッセージフォームから送ってくれました。 CRT に届いたメールですね。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ラジオネーム、まさかのカタカナとかひらがなじゃなく英語、てあて、私ね本当読めないからね、絶対間違ってると思うから、うん、それだけ最初に言っておこう。テアドロップスさんからいただきました。お、この方、わお、宮城県からですよ。ありがとうございます。初めてメールします。夏の暑さ対策ですが、やっぱり怖い動画を見ることですと言っても、幽霊とかは全く信じていないので、主に未解決事件関係を扱ったものが多いです。現実の話が一番怖いので涼しくなります。ひろこさんは霊感系は、感じる方ですか、というふうにいただきました。レアテアドロップス、ありがとう。これの正式名称、あなたの本当の名前をぜひ聞かせてください。いやー、未解決事件超怖いじゃん。もう一番怖いよ本当に。でもね、心霊系のあのお化け、 霊関係のやつもうめちゃくちゃ苦手。本当に嫌い。うん、苦手だし嫌い。好きにこれからもならないと思う。怖い。もうナチュラルに怖い。涼しくなるっていうか、もう泣いちゃう。つらい、つらい。もう主に未解決事件を扱ってたものを見て涼しくなるんだね。しかもさ、宮城とか東北系ってそういうの多いじゃないですか。まあ、未解決事件は多い感じはないけどね。はー、ありがとうございます。もうこういう言葉、未解決事件とか霊体験っていうこのワードだけでもめちゃくちゃ怖い。私ね、まあ、もう引っ越したんでね、あれなんですけど、以前引っ越したお家で夜中に玄関の扉がカチャッっていう音がしたことがあって、これは完全なる未解決事件ですよね。え、お化けだったのかな。で、まあ、鍵閉めてたんで何にも入ってきない。お化けさんだって扉開けて入ってくるでしょ。怖いですね。未解決です。あなたのお家の玄関鍵ちゃんと閉まってますか。お化けも人もちゃんと鍵開けて入ってくかんね。お気をつけください。さあ、本当にたくさんのメッセージをね、皆さん本当にありがとうございました。今日はね、ためになる、そう、この番組は一応お友達のお家に遊びに来て一緒にまったり雑談しているような、どこかホッとできる時間をお届けする番組で、話題のニュースやおすすめ情報なんかをもうご紹介していくんだけど、なんか今日おすすめの情報いっぱい紹介できた気がする。もうほんとラジオ聞いているリスナーの皆さん、メッセージ送ってくれたみんなのおかげ、マジでありがとう。そんなわけで、今月のメッセージ MVP 発表します。ドゥルルルルルバン。今月は8月の MVP は
ラジオネーム宇都宮市のプップ、ありがとう。冷却布これちょっとやつ実は積もってますか。冷却布100均に売ってんだって。いや皆さんもちろんご存知だったかもしれないんですけど、私がちょっと初めて知って、まあ、明日早急に行こうと決めましたので、プップに、ステッカーをお送りします。そして今日ね、初めてメッセージを送ってくれた宮城のテアドロップも、これあなたの正式名称を教えてカタカナで、それでメッセージまた送ってください。さあ来月は秋を感じる瞬間についてお話ししていきます。また来週、お相手は佐藤ひろ子でした。この番組は介護サービスアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店の提供でお送りしました。明日もいい日でありますように。してるか